ジェイ先輩です。ノクターン。ジェイコです。ノクターン。今回から新シリーズ、PS3 の、キャッスルバニア、ロード・オブ・シャドウの、プレイをしていきたいと思います。よろしくね。さて、難易度設定ですか。聖騎士は難しい設定かな。じゃあ、騎士でいいかな。嵐が近づいている。大丈夫。人類は絶望と終焉の淵にあり、世界は変わろうとしていた。私は難易度普通がいいんですけど。人々は気づいていなかった。まあ、実況的に難しいでもいいか。力の存在問題はクリアできるかよね。永遠に失われようとしている。変えられるな。自らの未来。あ、そっか。我々は忍者の生き物。従順な羊のように無知だ。まだ普通の線も信じてますし。希望を疑いもせず、日々を過ごしている。確かにわかりにくいもんね。難易度騎士って。時に西暦1047年。さて、今回はオープニングとして語りの部分を入れてますが、闇への、次回からはカットしていこうかと思ってます。この部分が気になる方は、ぜひ自分でもプレイしてみてください。投げたね。遥か長い童貞を経て、最初はチュートリアルだと思うので、ある程度そのままお見せしますが、次回から説明などもカットしていく予定です。要は戦闘中心ってことね。ここへと君を導いた語符を身につけ、いにしえの神々を求めて馬を狩る。今、忘却の旅が始まる。覇権をめぐる争いは、決して耐えることはない。字幕を付けましたが、ほとんど見えませんね。っていうか、あなたの字幕が邪魔じゃない。この世に生きる者は全て勝利を求める。お互い様です。互いに命を奪い合い、頑張ってね、他の種族を支配しようとする。この果てしない争いは時に光と闇の均衡を保つためのものだと言われる。圧倒的に綺麗です。月下の野草曲は好きですが、やはり PS3 ともなると綺麗さのレベルが違いますね。それでもちょっと荒いけどね。これはキャプチャーバットだからです。希望なき時代。いや、新しいの買えば。聖職者たちはまだしばらくはこのままで。これは魂を鍛える神の試練だ。ご了承ください。果たしてそれは真実か、それとも信仰に名を借りた偽りなのか。もし真実ならば、かつて権勢を誇った人類は闇の力に飲み込まれ、その終焉を迎えることになるだろう。さっき明るさ調整しなかったじゃない。しなかったんじゃなくて、できなかったんです。え、なんで？コントローラーの不具合でした。いろいろとボロいね。ボロボロです。後で、明るさ調整とともに、コントローラーも変えますので、ご安心を。主人公のガブリエルです。バトルクロスという鞭を手にこれから進んでいきます。ベルモンドね。はい、かっこいいです。ちょっとおっさん入ってない。不思議ですよ。結構怖いわね。リアルな分ホラー度も増してます。動けません。一生懸命何を押しているんですが、動けないんです。コントローラー、はい、壊れてました。無事変えて設定も変えましたよ。ちょっと横に間延びしますが、多少明るくなったかな。まあまあね。ちゃんと動けます。よかった。いや、それが当たり前だから。お、回復ですか。でも今は必要ないですね。さあ、どんどん出てこい。ねえ、チュートリアルなんだから、取らなきゃ進まないんじゃない？そうなんですか。
じゃあ、撮ってみますか。ほら、進んだじゃない。なんか損した気分です。何回でも回復できれば、問題ないんですが、どうでしょうか。期待薄じゃない？そりゃそうですよね。ボスかと思ったら違った。アイテムの説明ね。おなじみのサブウェポンですね。探検っていうのが嬉しいです。ナイフより探検が好みです。言い方の問題。結構大事なとこです。うお、強い。一撃だったね。どうやら今作の探検はかなり強力な武器のようです。まあ、5本しか使えないし、強い設定なのかもね。ちょっと血の量が半端ないです。さすが17金だね。2つの円が重なるときに、お手と説明書には書いてありましたが、実際は、重なってから消えるまでに、お手は成功のようです。この頃流行りの、キューティーってやつだね。個人的には苦手です。ゆっくりイベントを見られないし、常にドキドキしちゃいます。それが狙いなのよ。しかし敵が多いですね。あと、チュートリアルの割には、ダメージが大きいです。やっぱり、難しいだからじゃないの。本当にそうかも。経験値で、技を覚えるようです。あらかじめ覚えてるのもあるのね。最初なので、一応全部見せますね。他にどんなサブウェポンがあるんだろ。あなたは聖水さえあればいいんでしょ。結果ではまあそうでしたけど、今作も聖水はあるみたいですよ。あら、よかったじゃない。あと、妖精なんてのもいるみたい。何それ。それもサブウェポンです。敵を無防備にしてくれるみたいです。変わってるわね。あとは闇のクリスタルっていう、画面全体攻撃もあるみたい。へえ、あとは説明書にはその4つだけです。伝統の懐中時計とか、出てこないんですかね。さあ、進めればわかるんじゃない。まあ、あってもあまり使わないと思いますけど。結局聖水ばかり使うんでしょ。そうかも。このギロチンを覚えればいいのかな。トロフィーゲットです。初めて覚えたからかな。このように新たに覚えて、強くなっていくんですね。さっきも言いましたが、次回からはほとんどカットします。技くらいはいいんじゃないの。悩むところですが、どうしても気になるところだけは、カットせずにお見せするかもしれません。でも、あとはやはりカットしていきます。なるべくスムーズに見てほしいですからね。まあ、異論はないけど。こういう部分が見たい方は、やはり、自分でプレイしてみると、いいと思います。楽しいしね。サブウェポンも、強化できるんですね。まとめて投げるみたいです。単純に威力が強くなるんだろうね。メダリオンを集めることでライフの上限がアップするみたいですね。お、銀の探検か。だから一撃だったんだね。銀は効きますよね。特に狼男の弱点です。そういえば、さっきの敵は狼人間じゃない？ああ、なるほどそうだったか。今作の鞭は、バトルクロスです。おそらく、これがクロスの代わりですね。じゃあ、サブウェポンとしては、出てこないのね。多分そうだと思います。
自分からベルモンドと名乗ったんですね。そして、妻のマリーが亡くなった。復讐というからには、やはり闇の者の仕業でしょうね。探検はできるようです。ある程度使ってもいいようね。お、ボスっぽい雰囲気。いよいよね。連打ですか？連打なら負けません。よし。ガード。ふう、よしよし。回避ですか？いや、回復で回避しないでよ。うまくいきました。村人は、戦ってくれるわけでは、ないんですかね。あ。回避しなきゃ。なかなかタイミングが難しいです。そして、何ですか、このダメージ。すでにだいぶ減ったね。白い光だと、回避。あとは防御ですね。あ。相変わらず下手くそだね。結構難しいです。これでチュートリアルですか。結果は簡単っていうしね。これが本当の、ドラキュラなんだよ。確かに、初代の頃を思い出します。お、スキップできるんですね。で、最初からライフ半分ですか？途中からだと、減ってるのかな？それは厳しいですね。よし、落ち着いて回避。スローだと簡単だよ。ほら、普通だと食らう。やばい、もう瀕死です。あ、ちょ、また最初から半分は普通ですって。なんとか回復したい。緑の像はどこに？なくないですか？使ってから、中間セーブだったんじゃない？なんてことですか。お、なんとか倒したかな。まだちょっとあるよ。あれ、回復してない？ちょ、どこまで回復するんですか？約半分回復したね、わら。いや、笑ってる場合じゃないですよ。R2 を押し続ける。え、どういうこと？ちょ、違うでしょ。飛びかかってくるときに、構えるんだよ。ああ、なるほどそうか。え、じゃあ、これって手遅れってこと？そうだね。また減らさないとね。いや、笑わないで。暗いから。村人の一人になっちゃったね。もうちょい。よし。まさか、また回復するんですか？お望み通りね。なんて厄介なチュートリアルなんだろう。ここで失敗したら、またです。すぐに、これでどうだ？お、やったわね。なんか、かわいそうにも見えるけど。そこは非常になりますよ。村人の犠牲も大きいのです。そうだったね。
ふう、ようやく倒した。まったく、チュートリアルで、こんなに苦戦するとは思いませんでした。あんた、誰だ？ T 先輩です。私はガブリエル。ノクタン。邪魔よバカ。ごめんなさい。教団があんたをよこしたのか。どうすれば会える？すぐ見つかるよ。森へ行きな。ガブちゃん、悲しそうだね。受け入れられない悲しみは、思ったよりも切ないですから。なんか経験したんだ。泣かせないでください。はいはい、よしよし。慰められました。ああ、相葉もこれからは徒歩ね。いろいろと悲しいです。お、突然の終わり。これでチュートリアル終了か。では、こちらも終了します。ドラキュラシリーズをお楽しみください。頑張ってクリアを目指します。多分難易度難しいだけどね。それではまた次回から長くなりますが、どうぞ最後までお付き合いください。ノクタン、またお楽しみにね。ノクタン。ねえ、一緒に遊ぼう。